日本博物館、シーボルトハウスは、オランダのライデン市にあるフィリップ・フランツ・本シーボルトの旧宅である。2005年に博物館として開館している。ラーベンブルグ通り19番地にある、この建物は、16世紀初めに設立され、その後増改築が繰り返されている。ライデンに帰還したシーボルトは1832年に、この邸宅を1万3000ギルダーで購入し、 1837年まで居住している。この邸宅で彼は日本を執筆している。彼が日本滞在中に収集したコレクションは邸宅にて公開され、その後オランダ王家に6万ギルダーで売却された後、ライデン民族学博物館などに収蔵された。その後、建物はオランダ政府の所有となり、地方裁判所として使用された。 日蘭交流400周年にあたる2000年に改装され2005年3月に博物館として開館した2000年5月25日には天皇皇后とオランダ国王ベアトリクスが来館した日本博物館シーボルトハウスでは以来2008年から毎年5月にヤパンマルクトと銘打ったイベントを催しているまた2005年には当館にて 小泉純一郎首相とヤンペーター・バルケネンデ首相の首脳会談が行われた。現在、日本博物館、シーボルトハウスでは、博物館事業のほかにも、日蘭文化交流事業を展開している。日本博物館、シーボルトハウスには、国立民族学博物館のほか国立自然史博物館、来源大学附属国立植物標本館、 来年大学図書館に分納されていた収集品の一部が集められ展示されている。現在、展示室にてシーボルトが収集した日用雑貨や仏具、絵画、日本で使用した医療器具、日本の家屋や船の模型が展示されている。動物の標本には、長崎で飼育し、オランダに連れ帰った日本カワウソや日本ザルに加えて、桜と名付けた愛犬の白星がある。 植物標本には、日本人妻オタキから、ハイドランジアオタクサと命名した紫陽花の標本や、伊藤圭介が贈呈した、標本帳などがある。また、高橋景康、ハブ原石から入手した地図や、川原慶画作の風景が、写生画なども展示されている。ありがとうございます。